スーパーファイト K-1 ヘビー級ワンマッチを行います。青コーナー200センチ98.4キログラム、イランパワーオブドリーム K-1 ワールドグランプリクルーザー級王者シロカリビアン。クルーザー級のチャンピオン頂点に立つ男、今日はヘビー級でのカリビアンです。赤コーナー183センチ99.4キログラム、日本チームみかん京太郎。さあショータイムはやってきます。京太郎、日本ヘビー級最強の男、西村博。さあ関根さん、はい、ドリームマッチの時間、夢の空間ですね。そうですね、京太郎選手としてはね、階級上なわけですから、はい、負けるわけいけませんよね。そうですよね。ヘビー級スーパーファイト3分3ラウンド、延長は1ラウンドです。この間あの西麻布歩いてたら、はい、シナカリビアンがトレーニングで走ってたんですよ。やっぱりでかかったですね。目立ちますよね。すぐ分かりますね。遠くから見てでかい。さあ2メーターのシナカリビアン、183センチ京太郎か。まず入りです。京太郎の出入り早いですからね、ワンツー。右の蹴りを放ったのカリビアンです。前回は第1ラウンドではキックを使っていきましたが、第2ラウンドは一気にボクシング打撃で実方康介を破ったというのは京太郎の K-1 復帰戦でした。蹴り合う京太郎、カーフキックですね。前回も使っていました京太郎です。あのカーフは重そうですよね。まあ、身長差はありますが、関根さん、このサイズ感でずっと戦ってきた京太郎でもありますよね。そうですね、だから別にそんなに大きいとは思ってないんじゃないですか。はい、まさに会見でもその話をしていましたね。さあ鉛のような重圧空気感があります。ここは横浜アリーナ、 K-1 では数ある歴史的な一戦を生んできた舞台です。もう緊張感で会場中静まり返ります。そうですよね。緊張する。久松さん、はい、物音聞こえませんね。もうすごいシーンって、こんなシーンってなることあるんですね。会場の視線がこの二人に集まります。前蹴り、はい、土田さんはどんなところ注目したいですか。どんなところ、すべてですか、ね、すべて。どうなるか予測できないですもんね。カリビアン今右ストレートちょっと振りが大きいんで、はい、カウンター焦られる可能性ありますね。京太郎に左のカウンターか狙っているか、右ストレートに対して右ノック、はい、ちょっと大きいんですよね。先に仕掛けてきている感があるのはシナカリビアンです。非常に冷静に、あのカーフは蹴らしちゃいけないですよ、はい。京太郎はこれが25戦目を迎えるキックでの成績です。京太郎のローキック本当に重いですからね。パンチのイメージがありますけど、はい、テクニックはあります、ね、旧 K-1 の頃では本当にローキックで相手効かしてからのパンチでしたから、そうですよね。カリマンの左、アンダー100キロの世界です。これコーナー冷たいですよ、カリミアンは、そう、それをうまくかわしていくか。クルーザー級のチャンピオンがカリミアンです。この世界はアンダー100キロヘビー級の世界です。カフ、あ、ちょっと聞いたか、ちょっと聞いてきました。3つ目飛び蹴り動きます。さああと30秒切ります。第1ラウンドです。かなり圧力をかけてきます、カリビアンです。カリビアンちょっと聞いたんで前に出てますよね。これ以上蹴らさないために、はい、ほらあの避け方確実に効いてますね。嫌がっています。それを分かっているはずです、京太郎です。やっぱあの前にガーッと出られるとさすがに蹴りにくくなるんで、はい、さああと10秒、鉛のような重い空気が流れる中、緊張感漂う中の第1ラウンドです。京太郎対シナカリビアン、第1ラウンド終了のゴングです。いや関根さん、緊張感漂いましたね。ちょっと息するの忘れちゃいましたよね。いや会場の皆さん同じ思いでしょうね。いや本当に確かに松田さん、京太郎は右のカウンター狙っているような空気もありましたね。ありましたね。ただやっぱりこう前回の実方戦もそうですけど、はい、1ラウンド目
確かパンチほとんど出さなかったんですよ ね、 そうですね。でこうダメージ与えて一気に2ラウンド入ったら早いワンツーで仕留めましたからね。そうですよね。やっぱり本当にローで削って削っていけるってなってからこう見た目と違ってクレバーなんですよ、はい、いかに自分がもらわないで相手にダメージを与えて倒すっていう、はい、そういう選手ですから。前回の棋戦は実際コースケは圧巻のノックアウト勝利 KO 撃でした。第1ラウンドは様子を見て2ラウンド始まった直後右のストレートで見事粉砕してみました。さあ僕が帰ってきた意味をこのリングで証明するというふうに話しています。またカーフ、いいですね、嫌がってますね。カリビアン何としてもこのヘビー級を盛り上げたいというふうに京太郎は話します。人気を上げていきたい、軽量級が注目されているからこそこの中量級が光るはずというふうに話します。やっぱパワーありますね、カリミアン、はい、腕プチの強さありますよ ね、 ね、重い京太郎が倒されました。いや石山さん、この重い緊張感、あとオーバーカットブロー来た、ハンドバックブロー怖い、ここは回避したいですよ ね、 ね、絶対にもらいたくないという京太郎です。いや関根さん、ケイジとの一戦もこのバックハンドブローで見事逆転勝利でしたもんね。そうだったんですよね、あとあの前蹴りですよ、カリミアン、危ない、バックハンドブロー来た、ここで第1ラウンドは使いませんでしたが第2ラウンドから使ってきます。いや石山さん、空気感変わりませんよね。変わりませんね、どんな展開を迎えるのか。ナイランドも最初の1分が終了、バックハンドブローを2度見せたというシナカリビアンです。京太郎詰めてきましたよ、距離が縮まってきました、パンチきますよ、狙いに行くか、カーフを狙った、それを返したカリビアンです。お互いの読み合い、いや、はい、さあ狙う、京太郎が狙っている、K1 ヘビー級夢の対戦です。日本ヘビー級の夢か、それとも K1 クルーザー級の可能性か、京太郎対カリミアン。京太郎も少しやりにくそうに見えますね。まだ計算通りとはいきませんかね。やっぱ2メーター大きいんでちょっとやりにくいんですかね。思ったよりも距離が、おっと入ってくる、右入り、おー迫力満点です。リングが壊れるかと思うんだよ。そうですね。あ、右取れた、画面捉えたか、左左、さあ来た、ボディの後はカリミアン左を振ってきました。まあでも京太郎がパンチ打ってくれると、まあ確かにあの、はい、カフ、あー聞いた、ローキック入りますよ、カリミアンも、そうそうそう、カリミアンもローを蹴ってくる、お互いローを蹴り合う。やっぱりカリミアンも何か攻撃を当てるっていうことが大事ですから、当てていくとこうテンポ出てくるので、はい、カリミアンの動けは右を刺そうとする京太郎です。ナイランドも20秒切りました。右を逸れと K1 界で数々の功績を残してきたレジェンドは京太郎です。クルーザー級を牽引してきているのが今の下カリミアンです。K1 ヘビー級スーパーファイト第2ラウンドが終了、京太郎対砂カリミアンです。まだ重い空気、緊張感は変わりません。さすがに京太郎でもやっぱこれだけの身長差だとちょっとやっぱ打ちにくそうですね、パンチを少し苦戦してる感ありますか。やっぱり前に出てくると結構体力削られてる感じしますね。バックハンドブロー、あのバックブロー得意ですからねカリミアン。土田さんはこのバックハンドブロー、ケイソの一戦はご覧になってましたか。あ、見ました、ね、ものすごい逆転劇でしたよね。いや、すごかったですよね。でも、この試合も KO 決着なるかなと思ったけど、わからないですね。共に一発で倒す力を兼ね備えています。アンダー100キロの世界ヘビー級スーパーファイト、カリミアンがそこに挑んできました。さあ最終第3ラウンド、ゴングの時を待ちます。このラウンド京太郎カーフが出なくなりましたね、2ラウンド。そうですよね、第1ラウンドは第2ラウンドは京太郎は打撃戦に持ち込んだ3分間でした。もしか自分で蹴った足がちょっと痛いのかもしれないですね。あ、なるほど、そういった可能性だと打ち合う、リングの中央、
サバさん、最後の3分間どんな姿見たいですか。いや本当に一発で決まると思うんで、そこは絶対にもう見逃さないようにしようと思いますね。K1 は改めてですがリズムが違うといいます、難しい、それだけに新鮮で面白いというふうに京太郎は表現していました。3ラウンドしかありません、だからこそ一気に行きたいというふうに京太郎は放ちます。パンチ見えてますね、まあ関根さん、カリミアンも粘り強さはありますかね、底なしの魂ですね。あのね、ガッチャすごいですよね、はい、審議体全てを身につける男、イランの英雄シナカリミアンです。入っていこう、すごい右狙っていました京太郎。シナカリミアンは K1 のリングで成長しましたよね、はい、行く。さあ京太郎狙っているのは肌で伝わってきます。あーと右目の内側から出血しているでしょうか、カリミアンです。左、京太郎の左、あ、聞いた、少し揺れた感じだった京太郎。さあ京太郎が時間を稼ぐ、聞いてますかね、マザーさん。聞いたと思いますね。京太郎が嫌がりました、あの京太郎が嫌がりました。さあカリミアンにチャンスは来ているでしょうか。あ、でもあのカーフは聞いてますよ、足に来ますよね、前に出づらくなります。おっとリングが壊れるかのような飛び込み、おー、バカンドロー来た、ここまで必殺バカンドローでした。カリミアン、僕にウィンクする余裕ありますよ。こちら見ましたよね、放送席を見つめました。ここで見せましたよという合図かもしれません。いや実は僕カリミアン勝つんだったらバックブローっていう話したんですよ。そういったやり取りがあったんですか。また見てますね、見てましたね、はい、またここで飛び出すかもしれません。いや関根さん、先ほどのバックハンドブロー京太郎も少し不意をつかれるような感じありましたか。右、おー、当たった、右当てた、右もらった京太郎、京太郎も血出てますよ。いや流血バックハンドブロー、そこから右フックに行く、お飛び蹴り、お連続攻撃、カリミアンを挑発している。こんなカリミアンあまり見たことありません。来いと言った、いいパンチ入った、いいジャブ。さああと20秒切ります。この第3ラウンドはシナカリミアンのペース、カリミアンのショータイムあと10秒。さあ一回京太郎挽回するか、左トゲリーコーナー、ここで第3ラウンド終了のゴン、笑顔両手を上げたのはシナカリミアンでした。バックハンドブローで見事プレッシャーをかけてきました。いやパンチ入りましたね、京太郎鼻血出してますもんね、あの京太郎が流血。バックハンドブローはキレありますね、お知らせします。スピードもありました、はい、やっぱり2メーターあると京太郎なかなか難しかったですね。さあ判定です、29対29ドロー、まずはドロー、ジャッジ箱崎30対29、ここは差がつきます。青カリミアン、青カリミアンに入ります。ジャッジ宇垣29対29ドロー、以上判定1対0、正の表数に達していないため3つのラウンドではこの夢の決戦、ショータイムは決着がつきませんでした。あと3分あります。いや見たいですよ、はい、ね、決着つけてほしい。この第3ラウンドの流れから松野さん、はい、延長ラウンドどう変わるかですね。そうですね、これ今カリミアンペースで3ラウンド終わりましたからね、このバックハンドブロー、ね、いや京太郎多分思ったより強いと思ってますね、厄介だと思ってますよ ね。カリミアンが今のペースで3ラウンド出れれば、はい、いや土屋さん最後の3分、はい、もう3分は面白い展開になりそうですね。いや面白いですね、でも多分カリミアン勝ったと思ったでしょうからね、これで終わったと思ったでしょうかね、はい、さあ延長ラウンドが残されていました。でもやっぱり身長差15センチあるとやっぱりこう上にパンチ打ちますからね、あ強打が確かに右ストレートで打ち上げるような感覚でしたね、だからこう前回の実方とやった時とはちょっと感じ違いますよね、はい。さあドリームマッチの時間はまだ残されていました。夢の空間、延長ラウンドへと向かっていきます。さあ京太郎かシナカリミアンか、
あー、カリミアン前出る気満々だな。いやー、久保さん、あと、うわ、ここも打ち合う。また流血です。いやー、久保さん、またちょっと違うカリミアン今日見せてもらえてますよね。そうですね。いや、自信持ってますよ、はい、すごい心が強くなってる気がします。楽しんでる感じもありますね。うわ、京太郎の顔面が違うわけです。右のミドルか、右のハイ、連続攻撃、この目つきです、カリミアン。なんでかかってますよね、はい、打ち上げるように京太郎の右ストレート、なんかこのパンチだったらもらっても大丈夫っていう自信持ってますね。なるほどね。もっと来い、もっと来いと言っているのか、聞きませんよと、あの京太郎を挑発しています。ダメだ、ダメだ、そう、油断はダメですよ、ガードを下ろすようなシーンがありました。右のミドル、カリミアン、コーナー、どこかでバックハンドブローも考えてるはずです。左ハイ、プロ制者京太郎です。いや、リード、左効いていないと、カリミアン、ブレイン、余裕を持ってますね。終始こちらに笑顔を見せますね。目が何度も合いますね、放送席と。ただ油断は大敵です。百戦錬磨の京太郎が目の前にいます。手数大事。まあ、関根さん、京太郎がどうイメージしているかですよね。そうですね、京太郎最初の打ち合いでちょっと被弾しましたんでね、京太郎も怖さはあるはずです。パンチ見えてますよ、本当にしっかりガードできてますもんね、カリミアンですか、はい、さあ、あと1分、あと1分、ただその後カリミアンどう当てるかですよね、やっぱ大難度は終盤にバックハンドブローが当たりました。バックハンドブロー来た、しかし回避します、京太郎です、距離を取る。さあ、あと45秒、右ストレート、どうか、まだ効いていないというカリミアンです。今度も飛び込んでいく京太郎です。どうですかね、マサさん、京太郎もなかなかパンチが効かないというような感覚なんですかね。いや、そうだと思いますね、はい、前に出るのはカリミアンです。カリミアン、しっかりガードは下げない方がいいですね、はい、膝で入る、やっぱあの膝はいいですね、膝前蹴り、あとやっぱ組み合った時に思った以上に力あると思いますよ、はい、かなり威圧されている感じがありますね、京太郎です。さあ、あと10秒、いくか、カリミアンいくか、最後スイッチを入れるか、さあ、ここで延長ラウンド終了のことになりました。勝利を確信したでしょうか、品カリミアン、何か余裕を感じる最後の延長3分間でした。京太郎が顔から血を流す中での第3ラウンド、そして延長の3分間です。ヘビー級でのドリームマッチの時間、ここで終了して判定決着へと向かいます。しました、判定結果もお知らせします。でもカリミアン強くなってますね、レベル上がってますか、はい、10対9青カリミアン、10対9まずは青カリミアン、ジャッジ赤崎、10対9、これも10対9、赤京太郎、今度は赤京太郎、さあ3人目、ジャッジ梅木、10対9、青カリミアン、青カリミアンに入りました。僅差の勝負、判定で品カリミアンがこのヘビー級で京太郎を下しました。もう京太郎はね、旧 K-1 の頃から本当に数々の強豪選手に勝ってきた、本当にね、K-1 のね、ヘビー級の本当にレジェンドですからね。そうですよね、それを倒しましたね。いや、関根さん、はい、これカリミアにとってはまた自信につながる一戦ですよね。だから2階級制覇になっちゃいますよね。あの2階級制覇を狙いますよね。いや、狙いますよね。やっぱりパワーオブドリームできっちりとトレーニングしてるんですね、はい、あとあれじゃないですか、多分西麻布であのニコラス・ペダスさんのところで、あのそこのジムでやってるんじゃないですかね。確実に強くなったカリミアンをこのヘビー級の世界で見せてくれました。でもやっぱり2メーターっていう身長は本当に武器ですね。いや、京太郎もやりづらそうでしたよね。カリミアン選手にはトロフィーが贈られます。
いやただ土屋さん改めてまさにドリームマッチ楽しみな時間でしたね。いやそうですね、こういう試合はこういう試合で面白いですもんね、ヘビー級の。でも KO 決着になると思ったんですけどね。あそうでしたね、意外と延長まで行くというような流れになりました、このヘビー級戦線がどんな展開を生んでいくのか。現クルーザー級王者のチナ・カリミアンがこのヘビー級で京太郎を判定で下すということになりました。いや久間さん、また見たいですよね、この両者の打ち合い。もう一度見たいですし、なんかこう一回戦った後のお互いの戦略とかもいろいろあるので、そういうのも見てみたいですよね。そうですね、ただこれで正さん、また京太郎もいろいろ考えて、そうですね、もう一歩、二歩、でもやっぱり階段上がりたくなるはずですよね。久しぶりにやっぱこう K1 戻ってきて負けて、はい、簡単じゃないなと思ったと思いますよ。いない間に K1 界が進化しているということを肌で感じた時間かもしれません、京太郎です。クルーザー級のチャンピオン、頂点に立つシナ・カリビアンが日本ヘビー級最強の男京太郎を下して、さあヘビー級でも可能性をつなげるという時間になりました。見事な判定勝利でした、京太郎を下したカリミアンです。これからまた新たな可能性をカリミアンが示してくれるはずです。また大きな声を出しての応援はご覧ください。皆さんありがとうございました。全試合終了後ブロックごとの規制会場を実施させていただきます。スタッフの指示に従っていただいてのご退場となりますのでご了承ください。